どうも、島田修平です。始まりました。島田修平のお買い運めぐり。皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。もうね、新生活の季節がね、近づいてきましたので、今日はですね、ぜひ、今だからこそね、やっていただきたい開運法を、まあ、紹介していきたいと思います。その前にですね、ちょっとこの前、ちょっとこう、手相と言っていいんですかね。ちょっとこう、まあ、不思議な、ちょっと変なお話を聞きましてですね、まずちょっと紹介させていただきたいんですけども、あの、フィリピン。 の方の、まあ、いわゆるシャーマンというか、ちょっとこう、まあ、霊媒師のような方たちのお話なんですけどもね、これあの、指の長さで、なんか自分が今良くないものに取り憑かれているかどうかわかるみたいな、まあ、ちょっとこう階段メーター、少しね、都市伝説メーターの話を聞いたんですよで。一応こう指の長さになってると、まあ、手相関係の話なんですけど、ちょっとまあ皆さんもね、聞いていただきたいんですけども、これ、 なんか最近疲れるなぁとか、なんかちょっと最近調子が悪いなぁ。まあこれね、気のせいなんで、大体は。一番は本当に気にしない。気にしないがね、一番大事なんですけども、一応ですね、そちらの皆さんの方で、なんか良くないものにこう疲れてるかどうかっていうのは、指の長さを見たら一目瞭然でわかるらしいんですよ。これ皆さん、まあちょっと話のね、まあ、 縦だと思ってちょっとね、聞いていただきたいんですけども、これが左右の小指の長さをチェックするという方法らしいんですね。これ皆さんちょっとこういうふうにですね、ピーと自分のこうね、手のこの、この部分合わせて、小指の長さ、小指の長さをですね、どっちが長いのかなーってこうちょっとチェックしてほしいんですね。で、これまあ、もちろん普通同じ長さって方が多いと思うんですけども、これが もし、左が長いとか、右が長いっていう風に、長さがね、違う場合には、良くないものに入られているっていう風に、フィリピンの方のね、シャーマンの方は、そうやって判定するらしいんですよ。で、これあの、左の方が長いという場合は、これあの、ま、いわゆる亡くなった例に、ま、ちょっとこう、ま、入られてるみたいな状態。逆に、右側の方が長い場合は量、一両。 生きたい人のこう思いなんかがちょっとこうね、体に入ってきてる状態だっていう。だからね、あの、そっちの方に行くと、まずこの指の長さをチェックされて、で、これをね、あの、見てお払いなんかをしていくと。で、まあ、不思議なんですけども、ちょっとこう長さが違った人がお払いが終わると長さが戻って同じ長さになってるなんていうこともあるという話を聞きました。 あの、実際私こう見ましたらですね、若干右の方が長いっていう。じゃあ、生き量に何かこう疲れてるのとか思ってちょっと怖くなったりもしたんですけどもね。まあ一応こんな話もね、えー、ちょっとまあ、話の、ね、ああ、あるのかぐらいにちょっと聞いてほしいなーなんて思います。ただ、あの、さっきも言いました。あの、本当にね、まあ僕はあの、階段とかも好きですけども、なんかそういう良くないなとか、お祓いだとかってね、話がありますけども、いろんな方たちに聞いても、まず一番大事なことは気にしないこと。 もう気にした段階からそういったものにこうどん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 心が取られていっちゃうんで本当に自分は大丈夫。自分は運が強い。気のせい。今ちょっとなんか嫌なことが続いただけ。でも本当はもう大丈夫。すぐ終わる。すぐ抜けるっていうね。そういうポジティブな気持ち。まずは気にしない。これをですね、心がけてほしいなと思います。はい、今回の本題です。 まあ新生活ね、始まる前に、まず皆さんぜひやっていただきたいのはですね、これは以前も言ったんですが、あの、まず、氏神様。ここにご挨拶に行くということなんですね。氏、まあ、神様と言いますと、家の一番近くの、いつも自分を一番近くで守ってくれている神様なわけですよね。なので、まずはここに行って、また、仕事、勉強、 いろいろね、頑張ります。えー、ぜひね、えー、こういうふうな目標で頑張っていきますので、えー、見ていてくださいという、まあ、初心表明。まあ、ご挨拶ですよね。これをまあね、ねしていただきたいと思うんです。で、この時にぜひやってほしい大事なことが、氏神様、家の一番近所の神社にご挨拶に行くことなんですけども、これとですね、あの、ぜひ、あの、同じぐらいやってほしいのが、皆さん、えー、今ね、ね、えー、通勤されている会社とか、 今、ね、通学している学校の近くにも神社その学校や会社の氏神様もありますよね。やっぱりねいい仕事をしたいいい学園生活を送りたいと思ったらそこの氏神様にこの新生活の前に挨拶をしていくこれってまあすごくねあの言われたらああなるほどな当たり前のことだと思いません是非ですね家の近所そして自分が仕事をする場所通う学校などの氏神様にもですね この時期に、まあ、ご挨拶、はい、しといてほしいなというふうに思います。で、あのー、ちょっとね、今日もう一つお伝えしたいのが、あの、節目ってありますよね。まあ、例えば、お正月、年が明けてっていう節目とか、あとはまあね、立春、はい。あとは自分の誕生日。ここでなんか節目になって、また気持ちを入れ替えて、目標を決めて頑張っていこうみたいな節目って皆さんあると思うんですが、これですね、 1>, 1年に1回だけじゃなくてこれぜひね毎月作ってほしいなと思うんですこれねあの僕の場合を言うと僕はあのまあ父がですね9月の16日が命日なんですが月命日がまあ16日になるんですね16日ってのを節目にして毎回ねこの日にできるだけこう氏神様に挨拶に行くようにしているんですねであとはまあこの節目になった時にあ か自分のまた1ヶ月を振り返って、あここ良くなかったな。ここ頑張っていこうとか。あこういうふうにまた1ヶ月やっていこうってね、目標を立てたりとかっていう。まあ、そういうまあ日にしてるわけですね。でもね、ま、こう、節目になると皆さん気分も一新して、なんか今までのこと、まあ、ダメだったことを一回ね、忘れて、また一から頑張ろうっていう気持ちになりません新年ってそういうところありますよね。誕生日ってそういうところありますよね。あれってすごくね、いい、まあ、本当にこう、開運的にも切り替えにもなるし、 またこうね、えー、頑張ろうっていうプラスにこう持っていけるっていう素晴らしい、まあ、まあ、ものなんですよね。で、それが一年に一回だけだとちょっともったいないなというふうに思うんですね。で、これを毎週作って、じゃあ毎週月曜ってやっちゃうとね、また、あ、多,多すぎてもしまうので、まあ、毎月、月に一遍っ,っていうぐらいでですね、例えばもう1日でもいいし、まあ自分の誕生日の日にちでもいいんですけども、そこを決めてですね、毎回この毎月自分のことをこう振り返って、 よし、頑張ろう。またね、目標を決めるみたいな。まあ、そんな日にねえ、節目。ぜひ皆さん今年ねえ、新生活に向けてちょっと作ってほしいなと思います。さっきも言いました。その時にですね、氏神様にご挨拶に行く。やっぱりね、あの、土地の神様です。はい。守ってくれている神様。そこにね、ご挨拶というか、ご報告ですよね。 自分がこういうことを頑張りたいってことをね、えー、初詣で、まあしたとしたら、途中経過とか、今現在自分はこんな感じですっていう。これって、あの、別に神様に限らず、先輩とか、自分が相談する方でも同じじゃないですか。いやこういうことやりたいんですよ。力貸してください。こういうこと頑張りますって言って。で、その後ね、相談だけして、あとは全然いかないってすごく失礼ですよね。で、途中に、 今こんな感じです。今こういう今状況で悩んでるんですけども、これ今ね、なんとか頑張って乗り越えたいですっていう風に、ちょくちょくこう顔を出す。やっぱりこの、なんかね、営業でもそうですし、あとこうね、自分の後輩でも、ちょくちょく顔を出してくれて、自分の近況を話してくれるってなると、どん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 こう思い入れが強まって、応援したいって気持ちになりますよね。 これねあの氏神様でも同じだと思いますのでぜひね、えーまあ、そこにしっかり顔を出して、えー、ちょっとねそんなふうに今年一年、はい、やってほしいなというふうに思います。というわけで、まあね、新生活に向けて氏神様大事にして節目ぜひ皆さん1か月に一遍この日っていうふうに僕もあの節目気にしてた時があって。はい 毎月1日にじ神様をお参りに行ってたんですよ。<あ>で最近忙しくて行けてなかったんですけどこう節目でそういうふうな1日にお参りに行くっていうのを決めてたら1日にあ氏神様にお参りに行かなきゃなっていう気持ちになるんで、えー、多少は忙しくてもなるべく行くようにするようになったんですねだからちょっと節目を意識するっていうのも大事ですよね。や、うん、やっっぱぱりりりいいいい自分のこう苦闘点点なりますすよね苦闘点いいですねはいでやっぱりこう それがないと行って,しまってなんかこう何でしょうね自分が怒っていることとか囚らわれていることもその節目でなんかそれをその前に置いていけるっていう作用もあると思うんですよねんかでもその節目で、まあ、新しい環境とかに不安になるよりもちょっと楽しくなったりワクワクする方が気持ち的にもいいですもんね。うん あの、お参りする時、僕、いつも、あの。いつも見守っていただいて、ありがとうございます、みたいなお参りの仕方をするんですけど。前は、仕事がうまくいきますように、みたいな。お参りの仕方もしてたんですよ。うん、これって、どういうお参りの仕方の方が。いいんですか、ね。なんか、僕、もう、なんか、最近。 お願いいいっていう気持ちにまずならならですねやっぱりこう僕が神社とか仏閣に足を運ぶ時っていうのはまあ自分の氏神様であったりとか旅行先であったりとかもあるんですけどやっぱり圧倒的に多いのが仕事とかロケでお邪魔することって多いんですよね<あ>パワースポットロケ、はいうん、この季節にはこの神社がおすすめですよとか行楽シーズンのここがとかねっていうことでお邪魔することが多いんでいつもこう カメラ回ったところでこう手を合わせるんですけど、その時にもう自分の中でいつも唱えてるのは、まあ、えー、どこどこから来ました。島田周平と言います。で、まあ、僕ですね、こういうまあ仕事をさせていただいておりまして、今日は、えー、まあテレビのロケで。 お邪魔していますなので、えー、この神社の魅力、えー、素晴らしさ僕今日すごく感じたのでこれを、えー、嘘偽りないように皆さんにお伝えできるように頑張りますので、えー、今日あのロケあの無事にあのできるように、えー、しっかりやりますんで、えー、ちょっと、えー、今日少し、えー、慌ただしくなりますがよろししくお願いいます<ー>っていう感じですかねなんかそれって身近な人にとか先輩に挨拶するみたいな感覚に似てますよ、ね、そうですね。うん であとはまあ自分で初詣に行った時もやっぱりまあねそのやっぱりこうどんなこと今年頑張ろうかなってあやく思ってるのをしっかり心の中で言語化して今年は今こういうことを。 今考えてます。で、これを何とか実現できるように、こんな風に頑張ってみたいと思ってます。さらに性格的に言うと、こういう部分でちょっとあの自分がまだ未熟だなって思うこと。いろいろあるので、こういうこともしないように。こういう風にやっていけるように、土地は頑張ってみます。みたいな。感じ。ただただ報告みたいな感じが多いですかね。なので、やっぱりその守くんとそのお粥巡りを。 こうやって、あの、チームでやらしてもらっていて、去年からずっと僕も海運巡りから意識してて。今年いろいろ動いてるんで。なんか、めっちゃ動いてますもんね。はい、そういうふうな、あのー、人生になってきました。うん、まあ、目標を作って、だから、そこまでにやんなきゃとかっていうね。なんか、それを節目を作らなければ、ずるずるっと二ヶ月、三ヶ月経っちゃうのが。一ヶ月、一ヶ月って決めておくと。ですよね、そういう自分の中の、こう、期限に、なったりもするので。うん 次お参り行くまでにやっとかなきゃっていうね。うん、なんかそう。ずつで行かないことにも繋がるのかなって感じがしますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、友田修平のお買いをめぐりでした。ありがとうございました。